はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西の昼食ですね。昼食、はい、この謎肉祭りの元ね、セブンイレブンでカップヌードル2個買えばもらえたっていうやつね。これを使ってカルボナーラ、カルボナーラ作ってみました。はい、謎肉もちょっと結構量がありますよね。ね、これお湯で戻します。で、卵もう割ってあります。これにチーズ、このもんかな、で、胡椒割れます。はい、あの謎肉のね、あの戻し汁はね、有効利用ね、椎茸の戻し汁と一緒でね、はい、有効利用しないとね、もったいないですからね。謎肉の戻し汁とともに、もろともこれ、ここにね、鰹節残ってたんでね、ちょっと味の匠にしましょう。ちょっとだけ醤油、ちょっとだけ、ちょっとね、この煮込みますね。はい、麺に味をなじませます。ちょっと吸わせますね、謎肉エキスを。はい、そしたら火を止めて卵をこう入れまして、はい、手早く混ぜる、やばい、手早く混ぜますよ。もうこれでいいんじゃないですか。はい、完成です。謎肉でカルボナーラ、はい、完成しました。はい、いただきます。謎肉カルボナーラ、謎肉もね、ちゃんとね、一緒にね、いただきます。美味しい。うん、ちゃんとカルボナーラです。うん、謎肉がいいな。たまにはあの、なんていうんですか、ソースの具合もいいですね。うん、硬すぎず、緩すぎず、はい、謎肉結構入ってますね、これ量あるな。カルボナーラ、ちょっと鰹節入れるとね、いいですよ、風味が足されて。ちょっとチーズ足りなかったかな。うん、肉が余り気味だ。あ、肉余るわ。うん、美味しい。うん、美味しかった。ごちそうさまです。謎肉祭りの元でカルボナーラ、なかなかのもんでした。はい、美味しかったです。またやってくれたらいいのにね。この謎肉でミートソースみたいなのしてもね、美味しいでしょうしね。またセブンイレブンさんやってください。2個買ったらこれ1袋もらえるキャンペーン、はい、まあちゅうことで美味しかった。まじゃ美味しかった。